はい、どうも、お茶です。今日はね、デビルメイクライやっていこうと思います。2日ぐらいね、空いたんですけども、今日ね、すごい実況を撮る気がね、やる気がすごいんでね、今日やっていこうと思います。はい。前回は、これか、1の2まで行って、で、1の2クリアしたところでしたかね、確かね。そういえば、このセーブ画面で思い出したけどさ、昔は本当に怖くて何回も何回もセーブしてたから、1の2でさ、30ぐらい、セーブしてたっていうね、回数が。さあ、やっていきましょう。パワーアップ。なんかできるかな？そう。あ、できた、できた。これだ。これ確かすごい移動に役立つんですよね、スティンガー。あとなんか二段ジャンプとかもあった気がするんだよな。あ、これだ、これ。エアハイク。まあいいや、はい。どうやってスティンガー出すんだっけ？さあ、新しい場所来ました。あ、ここから多分俺全然覚えてないと思います。なんか木が揺れてる。あれ、どうやって出すんだっけ。ああ、ごめん、すみません。あ、戻れるんだ。これ、どっかで見えなかったっけ。ちょ、ごめんなさい。カットするかもしれないですけど、ちょっとね。どっかで確か見れた気がするんですよ。コマンド表みたいなのが。アクションかな？あ、ほら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 、これだ。はい、タイム。こんなのも使えるんだ。R1 また200。へぇ。これはノーマルってことはあれか、俺つかアラストル持ってるときはできないってこと？ちょっとやってみようか。あ、できるできる。おお、できるできる。ちょっとごめんなさい、いろいろ試してみます。キックジャンプはやったでしょ？回避行動。あ、できるんだ。へえ、すごい。これは全キャラって全武器共通でできるってことで、多分こっからが R1 ボタン、基本 R1 ボタンなんだね。OKOK。さあ先進みましょうか。あ、ごめん、覚えてないとか言ったけど、ちょっと覚えてるかも。まあネタバレになるからまだ言わないとこう。これだ、これ、これがね、移動早いんですよ、確か。なんか遅い気がする。もうちょいレベル上げないと多分遅いな。普通に行った方が早いわ。さあ、しっかりレッドオーバー回収して。やってないやってない。なんかすごい吸い込まれるんだけど。よし、道を戻り、道戻っていいの？どういうこと？いけ、なんだなんだ。あ、ごめん、やっぱ覚えてないかも。わかんない、どっちだろう。あ、え、ごめん、全く知らない。水の中なんていけるんだ、このゲーム。へえ。いて、あ、何これ何これ何これ、キモ。いて、いて、でハイタイム使ってみようか。いて、ごめん、発生遅いんだけど。ハイタイム発生マックする。あ、来た。何これ、これだけ、これだけなの。行って、待って、強いし、ごめん。そんなこと言ってる暇ないわ。あ、出てくれてよかった。ちゃんと体力少なくなると、グリーンオーブ出してくれるのいいですね。簡単じゃねえか。あ、これで獅子の証っすね。なんか電気が張ってあって、バチバチっつって通れなかったとこ、多分行けるようになりましたね、これで。獅子の誇りか。
あー出た雲。ここですね、俺が覚えてるって言ったやつ。これね、エボニー&エボリーがすごい強かったような気がするんだよな。喋るのか。こういう、なんて言うんだろう、余裕ぶった冗談みたいなのかっこいいですよね。余裕ぶったってか余裕な冗談。海外ゲーあるある。でもこれ日本だな。海外ゲーっていうか、外人、ゲームの中の外人あるある。全然減らねえんだけど。ちゃんと武器で攻撃しに行かんとダメか。入れ、あ、ここで使えるね。おお、ひるんだ。じゃデビルトイガー使っていくか。んー、なんかさ、ジャンプになるぞ。回避コードにならない。ちょ待って、デビルデビルデビル、あれ溜まってない、あれ何溜まってないの俺。いて、え、待って、死ぬ死ぬ、待って死ぬ。デビルデビル、いて、でいて、いて、それいつまで死ね。あ、回復するんだデビルになると。へえ、いて、ちょっと待って、もうちょいこっち来てくんねえかな。やばい、ここまで減らしたのに。死にたくない死にたくない。やばい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 。ちょっと待って、デビル貯めよう。これでこれでデビル貯めて、デビルなって回復地味にしつつって感じでいきましょう。よしよしよし。結構あのチキン戦法で時間かかるかもしれないけど、無駄に死ぬよりは。 OK。で、ここでデビル。このエボニー&エボリー強いから。信じてるぞ。頼む頼む。オッケー。結構チキン戦法でしたけど。オッケー。グリーンオーブ落としてくれないのかな。あ、落としてくれた。しかも超でっかいレッドオーブまでいっぱい落としてくれた。あれ、ここじゃないっけ、空いた場所。どこだ。あ、ここか。さあクリア。どうしよう、動画短すぎるかな。まあでもね、あのこんぐらいがちょうどいいかな。なんか変なトロフィーもゲットしたし。ということで、今日はねこんな感じの動画になります。では失礼します。ご視聴ありがとうございました。